メガネどんな種類があってどんな印象になるのかプロに解説していただこうということでやってまいりました。ただの四角ではなくて、こう下の辺が少しこうすぼまってる、はい、カトラー&グロスという、はい、イギリスのここも老舗のですよねブランドですね。いいですねこれ、はい、でこのメガネは、サビルローという、はい、サビルロー、サビルロー、まさにこう英国の下手な名前なんですね。特にそのアメリカでは1940年代50年代とかに人気の出た流行した形ですね。実はイギリスのチャーチル首相なんと、はい、が愛用していたモデルなんですね。メンズファッション TV、 皆さんこんにちは、メンズファッション TV 松はじめです。この番組では毎回メンズファッションの楽しさ、コーディネートのポイントなどをお伝えしていきます。さて今日はメガネがどんな種類があってどんな印象になるのかということをちょっとねプロに解説していただこうということでやってまいりました。いろんな種類ありますもんね。ありますね。では早速ね入ってみたいと思います。ジャザさん今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。メガネといえば、うん、王道のこのウェリントンタイプですね、はい、今よく見かけますよね。そうですね、もうしっかりとした存在感のある形なんですけれども、うんうん、ウェリントンというのは下の辺が短い台形のこうレンズシェイプが特徴ですね、はい、あのただの四角ではなくてこう下の辺が少しこうすぼまってる、はい、これが特徴です、はい、よかったら松さんかけてみてもらってもいいですか。はい、これはこうお直しをするとこれぐらいの位置にかかってきますので、こうするとさらにしっかりとこう似合ってくるかなと思います。こういったウェリントンタイプ比較的存在感のある肉厚なフレームのものが多いので、しっかりとした堅実な印象というか、はい、トラディショナルなスタイルなんかにはこれはとても相性がいいかなと思います。なるほど、はい、どうですか。ちょっといつもとまた雰囲気が違う、うんうん、しっかりとしたキリッとした、はい、印象になってくるかなと思います。あ、いいですねこれ、はい、そう、こういったタイプ特にこのフレームですと黒とクリアのツートンになっているので、黒縁だとこう存在感が強すぎてちょっと自分に合わないなと思ってらっしゃる方でも、うん、こう下がクリアな分抜けが出てくるのでチャレンジしてみたいけどっていう方にもこれはぜひおすすめです。なるほど、なるほど。ブランドとか、そういったものブランドはですね、カトラー&グロスという、はい、イギリスのここも老舗のですよね、ブランドですね。実はこういった黒とクリアのツートンで、かつこの形っていうのは、もうカトラー&グロスでも昔からの定番で、昔からこういった新しいデザインを、うん、はい、作り続けてるっていうのも彼らがこう支持される理由の一つかなと。攻めてますね。攻めてます。ボストン型なんですけども、うん、あのボストン型っていうのは日本でしか通用しないんです。はい、そうなんですか。はい、和製英語というわけじゃないんですけども、うん、あの海外ではパント型とか、パント型、はい、呼ばれることが多いですね。はい、でこのボストン型、ボストン型というのはこういった一見丸型なんですけれども、うん、これも下の辺が少しこうすぼまってます。あ、本当だ、うん、なんていうんでしょう、こうおむすびを逆にしたような、うん、はい、形ですね。こういったメタルのパント型かけていただくと、またさっきとはガラッと印象が変わります。ちょっとこういつも近い感じします、うん、あ、いつもねボストンですからね、はい、でもメタルいいですね。メタルっていうのもそうですね、印象がまたガラッと変わります。特にメタルのメガネっていうのはこう、まあ、知的な印象ですとか出てきますし、やっぱりまあビジネスでこうお使いになる方もとっても多いですね。はい、顔はこう大きく変化しないので初めての方もいいかもしれないですね。挑戦しやすいと思います。はい、で特にこれなんかはこう艶消しのゴールドなんですね。こういったこう少しマットな質感っていうのも面白いかなと思います。なんか日本人に合いやすそうな感じですよね、はい、うん、ですね、うん、松さんもとってもよくお似合いです。ありがとうございます、はい、でこのメガネは、サビルローという、はい、サビルロー、サビルロー、まさにこう英国の下手な名前なんですね。あのイギリスでここももう
非常に長い歴史のブランドで、もともとはそのイギリスの国営の医療制度、うん、NHS ナショナルヘルスサービスというものがあって、うん、そのナショナルヘルスサービスでメガネをこう無料で配布していたんですね。そのメガネの作っていた工房の一つが今でも続いていて、そのブランドなんです。わ、歴史があるんですね、はい、こちらもジョン・レノンが愛用していたメガネブランドとしても、ここは非常に有名です。こだわられる方が選ぶ一本なんですね、はい、であとはサビルローっていうブランドの名前の由来なんですけれども、うん、サイズとかフレームの色ですとか、まあ、ツルの仕様ですとか、うん、そういったものをいろいろとこう選んでセミオーダーでカスタムができるんですね。まさにオーダーだから、はい、サビルローという名前があつらえるメガネという感じですね。メガネもあつらえてみたいな、はい、そういったところも非常にこうご好評いただいている、はい、ブランドです。次はラウンド丸メガネですね。ラウンドですね、はい、なんですけれども今まさに松さんがかけていただいているうちでお求めいただいた、はい、EB メロビッツ、このメガネもラウンドですね。いわゆるこう丸メガネです。でこのタイプはまあまあ本当にこういわゆる丸メガネなんですけれども、こう非常にクラシックな雰囲気が出ますね、はい、確かに、うん、メガネといえば丸メガネっていうふうにこう思っている方も多いと思うんですけれども、本当に正統派なクラシックな印象になります。いや大好きなんですよこのラウンドが、はい、松さんのこうお洋服ですとかのファッションのスタイルにも非常に合ってるなと思いますね。クラシックな服に合いますよね、うん、相性とってもいいですね。ちょっと癖があるから太鼓代わりになられる方も多いんじゃないかなとは思うんですけども、はいはい、そういったところで例えばこうフレームの太さですね。フレームの太さがあまりこう太すぎないこう細身のものをお選びいただくと、そんなに印象が前に出すぎないので、はい、丸メガネ挑戦してみたいなでもなっていう方には、うん、あんまり太すぎないこう細身の丸メガネは非常におすすめです。うーん、はい、CW ディキシー&サンといって、うん、実はもう200年以上の歴史のある老舗中の老舗です。うーん、今松さんにかけていただいているこのフレームも、実はイギリスのチャーチル首相なんと、はい、が愛用していたモデルなんですね。うん、はい、もうかのチャーチルがっていうと、はい、もうそれだけで重みを感じますけども、ぐっとこう掴まれてしまいますよね。チャーチルさんそうですよね、こういうタイプよくかけてらっしゃいますもんね。そうなんです。うん、はい、そういったこう歴史上の偉人も愛用してきたブランドですね。はい、チャーチルです。今松さん黒のお持ちなんで、そう、こういった茶色もすごくいいと思います。いいですね、またどんどん欲しくなってしまうというところですけど。ありがとうございます。あ、これでもいいね、茶色、うん、本当にいいな。ブローパイプです。はい、これもよく見かけすることはあると思うんですけれども、はい、このブロータイプ、上がプラスチックで太め、下がメタルで細め。ブローというのはいわゆるアイブロー、その眉毛のことですね。はい、眉毛のように見えるのでブロータイプという名前がつきました。はい、これもかけていただくととってもクラシックな印象になります。うん、また先ほどまでとはガラッと違って、うん、はい、できるって感じだね。うん特にそのアメリカでは1940年代50年代とかに人気の出た流行した形ですね。今でもそういった昔の40年代50年代をテーマにした映画とかドラマとかをこう見ると、こういったメガネかけてる方も多いです。これはシュロンというアメリカのブランドなんですけれども、もともとここもそのアメリカ の, その軍用のこう光学機器、まあ、メガネ、サングラスとか他にもいろいろそういったものをこう作っていた実績のある老舗のブランドでして、こういったブロータイプを作った、発明したブランドの一つと、はい、言われてます。オリジナルの一つと、はい、考えた方がいるんですね、これを。そうなんです。そして広がっていったわけですね、今となっては。そういったこう元祖の魅力というか、そういったものも感じていただけるかなと思います。なるほど、形一つでガラッと変わりますね。印象変わってきますね。はい、4本ご紹介いただきましたけど、まあ、この4本持ってるだけでももう服装に合わせながら
いろんな顔を楽しんだり、ね、はい、人生変えそうですね。そうですね。本当にガラッといろいろ印象変えられますし、うん、はい、それぞれこう今日のお洋服には何を合わせていこう、うん、今日はこういう気分でいこう、うん、はい、そういった使い方もできるかなと思います。はい、じゃあ矢野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。品がありますね、これ。上品。そうなんです。すごいですね、これ。絶対自分ではね、手に取らない。フレンチヴィンテージ、1900年代初頭からある、はい、これすごくお似合いだと思いますよ。お、なんかでもこれ放ってますね。放ってますね。上がグッとこう、太めな。じゃあこれします。自分だとこういうものに行ってしまうのが、うん、はい、これは出てこなかったです、発想の中に。ということで、まあね、あのメガネの種類、いろんな種類がありますね。ぜひ皆さんもこのブリンクさんに来て、自分にぴったりなメガネを見つけてみてはいかがでしょうか。この番組が少しでも面白いなと思っていただいた方は、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。